はい、名古屋に来ました。めちゃくちゃ曇ってます。どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は名古屋に来ております。で、前の動画、過去の動画にちょいちょい出てもらっている木村さんに今回久しぶりに会ってきます。どれぐらいぶりでしょう。 2,3 ヶ月ぶりぐらいだと思うんですけども、てか今この場に3分いただけてもう蚊に5箇所ぐらい刺されました。かゆい。はい、そろそろ待ち合わせの時間になりましたので行きますか。いやー楽しみだな。木村さん、すみません、木村さん、お久しぶりです。うわ、でかい、やっぱ背でかいですね。お久しぶりです。多分5月ぐらいだったね。5月ぶりですか？かなりです。うわ、お久しぶりです。みんなうちの大きくなりましたね。黒くなりましたね。でも忙しいですけど。忙しいですよね。もう。そうですね。めちゃくちゃ。はい。かなりやりがいありますね。でも。俺も猫ちゃん猫ちゃんって感じで。そうですね。いいですね。最近スワッピーさん動画見えてないんですよ。はい、あ、全然全然。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。全然。あ、木村さんでーす。お願いします。今入ってるんですね。おお、名古屋涼しいです。涼しいですね。おお。ちなみに神戸どうですか。神戸も、いや、もう最近涼しくなってきましたね。あ、本当ですか。日中は暑いかもしれないです。あ、全然説得力ないですか。あんまり半袖短パンで。おお。お昼ご飯でーす。お昼ご飯っていうかもう夕方ですから。そうですね。はい。仕事終わりの。はい。わあ、すごい。雰囲気がめちゃくちゃいいですね、ここ。っていうか、ほとんどいないです。人が全然いなくて、あ、やっぱこういうところいいですよね。一班の名古屋コーチンですね。はい、こちら、中の小さいお肉、あ、お肉。お肉を抜いてですね。はい、卵なしですね。はい、うーん、幸せです。ちっちゃすぎます。あ、でも意外とこれは。あ、めっちゃ狭いやつよ。次会えるのいつですかね。本当ですね。お互いちょっとスーパー忙しくなってるので。確かに。はい。今年もう一回会えたらいいかなっていう。そうですね、秋冬ぐらいに。秋あれかな、冬までに。冬までに。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあまた会いましょう。そうですね。はい。年内に一回やればいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとお迎えさせてください。はい。はい、ということで終わりました。もうすっかり夜の8時になりました。じゃあ今から、ホテルの方に向かいたいと思います。おお、なるほど。はいはい、お、綺麗なところですね。じゃあまずせっかく来たのでルームツアーやりましょう。で、こちらがまず玄関なんですけども、左手にこのように鏡があります。やっほー。で、続いてこうなって、で、ここがあのバス部分ですね。で、こちらに入るとこんな感じになっておりまして、で、ここにこういう形で机があるのは珍しいんじゃないかなというふうに思います。おー、なんかかっこいいですね、こういう形で机があるのは。はい。で、この裏にはこういう棚がズワーッとあります。はい、すごくシンプルですっきりしています。で、こっちにリモコンがあって、こういうふうにベッドがあってですね、で、こっちにテレビがあるというような感じになっております。あ、結構シックでおしゃれだと思います。ちなみにですね、ここは
神戸の元町というところにあるビジネスホテルです、はい、でも明日すぐ朝から岡山の方に移動をするので神戸の滞在時間というのはすごい短くてですね、また神戸の町探検っていうのはまた次回になるわけなんですけども、神戸だったり岡山だったり香川だったり博多沖縄っていう感じでちょっとずつ行動範囲を広げられてるっていうのは本当にありがたいです。でこの調子で北の方にも行動範囲を広げてって北海道なんかにも行きたいです。北海道はちょっと知り合いが今のところいないので、なので北海道に行ってオフ会なんかもやりたいですね。楽しみですね。でまあそういう話はちょっとまた別の機会にやらせてもらうとして、やっぱこういうホテルに来るとすごく落ち着くし、その思考もすっきりするし、おしゃれなデザインに新鮮味を覚えますしっていう感じで、僕はこういうビジネスホテル、小さい空間であってもやっぱビジネスホテルに来るとやっぱすごいワクワクするんです。だって作業するか寝るか、まあこのベッドはちょっと誘惑になる可能性もありますけど、そう、でもこうやって作業するときに机に余計なものが本当にないんですね。やっぱりビジネスホテルっていうのは塵とかゴミだったりっていうのも気にならないって、まあ当然掃除をしてるからだと思うんですけど、こう掃除が行き届いた部屋っていうのはめちゃくちゃ気持ちがいいですね。だからそれこそ増上寺の建物の中に入ってで整理整頓綺麗に掃除された空間の中に身を置いた時と同じような感覚が、はい、もうちょっと分かりやすく言うと神社にいる時と同じような感覚をこのビジネスホテルの部屋に感じますね。まあそれは言い過ぎだろっていう感じがすると思うんですけど、本当にそれぐらいやっぱ掃除が行き届いた部屋っていうのはすっきりしますね。僕の中でのミニマリズムっていうのはやりたいことだったり好きなことにフォーカスする環境づくりなので、そのために無駄を徹底的に省いた環境っていうのがやっぱいいと思うんです。でもただやっぱ僕のまだ苦手なところっていうのは、徹底的にその無駄を省くだけ省くのはいいんですけど、ただそのこういった部屋みたいなおしゃれで統一感のある空間っていうのがちょっと苦手なので、そういったところをこれからもどんどん伸ばしていきたいなと思ってます。なのでこういった部屋に来るとやっぱそういうおしゃれなところっていうのはすごく勉強になります。ここでパッと感じるのが生活感のなさかなっていうふうに思うんですけど、こうペーパー類もやっぱ少ないかなっていうふうに感じます。こういう例えば書類はあるんですけども、まあ、これちょっと邪魔ですね。はい、ちょっと見えない目立たないところに置いておきましょう。あとこれもですね、ちょっとこっちに失礼します。そう、こういうメモをする時のこういう台もすごいおしゃれですよね。ちょっとこれはあれですけども、なんかメモしたいなって思った時にこういう台でメモができたらすごいなんか気分上がると思います。あとはこういうティッシュ箱もこのメモ帳のやつと一緒も統一されてますし、この電話とも統一されてるっていうこの統一感は見美しいなと思います。でも黒くなりすぎないようにこういう白いアイテムも置くっていうのもなるほどって勉強になります。しかもこういったのもちゃんとこう統一感もあっておしゃれに感じます。そしてやっぱコード類がすごく少ないです。もうこのコードはこうやって穴の中に入るようになってますから、こうやってコードを隠すっていう技術、これはすごいと思います。そう、この浄水器から伸びている、これはちょっと気になりますけど、例えば、まあ、こういう感じでコードを隠してしまえばまあすっきりはするのかなとは思います。はい、こんな感じですっきりするのかなって思います。まあ、例えばドアのこういったところにもコードがあっていいと思うんですけど、こういう時にコンセントが必要になるよねっていう箇所にこう設置されているので、あ、よく考えられてるなっていうふうに思います。普段の住宅だったらその住む人がどういうシチュエーションで暮らすのかっていうのがわからないので、こういった下の方にコンセントを置くっていう気持ちも全然わかるんですけども、こういうところに置いてあるっていうのはいいですよね。あとですね、この棚のこのポットを使うためだと思うんですけど、その棚の奥にですねこうやってあります。コード類を見せないためにコンセントの配置も考えているっていうのがすごく伝わります。あとはですね、他にもいろいろ隠しているところがありまして、例えば冷蔵庫です。
冷蔵庫はここにあります。はい、ここにあります。一瞬冷蔵庫がどこにあるのかわからないっていうぐらい完全に死角に隠れてます。まあ冷蔵庫がおしゃれな冷蔵庫であれば全然見せてもいいと思うんですけど、あんまりおしゃれなちっちゃい冷蔵庫ってないんですよね。なのでこういったところに隠すっていうのはすごくいいアイデアだなと思いました。ちなみにですね、ここ棚集約してまして、物を置くスペースはもうここに全部まとめてるっていう、そういう感じなんですよ。こうやって部屋がありまして、ここのスペースに洋服だったり小物類をまとめるっていう、そういうスペースになっています。でちょっと見にくいんですけども、ここがクローゼットスペースになっていて、洋服だったりあと靴だったりカバンをこの中に入れますと、でこっちにはカバンだったりそのカバンの中のものだったりっていうのをここに入れられるので、しかも結構大容量なので物が散らからないように全部こういうところにこういうスペースに集約できるようになってるっていう、なるほどみたいな。僕の説明下手すぎて何言ってるか全然わかんないと思うんですけど、とりあえず、まあ、ぶっ込みスペースみたいな容量で細かいものっていうのが一つにまとめちゃおうと、でこういったところに散らからないようにこういうスペースにまとめておくっていう、そういうのがやっぱそのスキル空間を保つためにはいいんじゃないかなっていうふうに思います。そうなので、没頭できる空間を作るためのポイントっていうのは、減らしてまとめて隠して統一させるっていう、この4つかなというふうに思いました。あとなんか皆さんホテルのこの空間見て気づいたことがあったらコメントで書いてくれたら嬉しいです。はい、ということで今回ビジネスホテルの部屋に来てみて、やっぱりいいなと、すごく集中できる空間だなっていう風につくづく感じました。でこれをその自宅に帰って自分の書斎スペースだけでもいいから、こういう集中できる空間っていうのを作っていこうと思います。無駄を省いてってやりたいことだったり好きなことに集中するっていうのが僕のミニマリズムなので、なのでそれはもうどんどんブラッシュアップしていきたいと思います。はい、ということで、まあその探っている様子が一人でも多くの参考になってくれたらすごく嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。そう、ただやっぱ自宅にしかなくてビジネスホテルにないものっていうのは料理をする環境だと思うんです。そう、なのでその料理グッズをどうするかっていう、またそれはそれで別の話になってくるかなっていうふうに思います。あくまでもその居住空間をビジネスホテル風にするために、すごいスッキリ空間にするためにっていうことで今回探ってみたアイディアっていうのは活かせるのかなというふうに思います。あとやっぱそのコンセプトですよね。僕の自宅のコンセプトっていうのがまだ定まっていないので、まずはそこから決めていきたいなというふうに思います。